ていたぞ。獣人よ。やはり随分と成長したようだ。だが真にお前が力を示すのはこれからだ。さあわしを倒してみろ。仲間たくさん卑怯だぞ獣人よ。バカ者が。こいつらはただの見届け人よ。お前がやはり力のないものだと証明するためのな。ケビン、本能のオーブについて知りたいのだ。ならばわしを倒し獣人の王者としての力を示してみよう。さあ行くぞ。獣人よ、おいら、お前には負けない。そうでなくては話にならんがな。もっと力を見せろ。この一撃を受けてみろ。オイラの技を見せてやる。本能のオーブのこと教えろ。いいだろう。本能のオーブと長く獣人の間で受け継がれてきた獣人の長の証持ってゆくがいい。これを持つ者こそが獣人の長。本能のオーブ手に入れた。オイラ、クラス4になれる。
腕を上げたな、ケビン。だが、あれがわしの真の力だと思うなよ。獣人よ、強かった。でもオイラ、もっと強い。オイラ、もっともっと強くなる。ああ、それでこそ獣人王を継ぐ者よ。お前が望む限り、いつでもわしが相手になってやるからな。